ではピュアライン2ナノデスの投球します。それではピュアライン2ナノデスを投球したコメントをいたします。まずこちらはウレタンボールの第2弾として発売になりました。前作とこちらの違いはコアをプレミアムコアを採用し、より粘り気の強いウレタン素材を使用することで、より手前からキャッチ力の出る第2弾のウレタンとなります。投球した感覚も前作よりも手前からのキャッチ力を少し感じるんですが、カラーリングのせいかもしれませんが、僕はバックエンドでもちょっとシャープに動くようなウレタンボールができたと思っております。ぜひ皆様もこのピュアライン2ナノデスをお試しください。